小林マスカー理論って言われてみれば簡単な話で、学部学生でもちゃんと理解できるものなんですね。でも言われてみたらっていうだけで、実際にそれを分かんない時にちゃんと、例えば2世代のクォークだと絶対に成り立たないとかっていうところを詰めた彼らはすごいなっていう、そういうものだと思います、うん、まあ当時はとにかくもうアメリカのライバル実験との競争が大変だったので、もう、何か測定できてやったーとかそんな考えにふける暇もなく、日々仕事を仕事を仕事を研究をしてた思い出しかないですね。